皆さんこんにちは。必殺仕事人シリーズをはじめ、1970年代から1990年代に多くの時代劇で活躍していた鮎川泉さんですが、すでに女優業を引退しています。今はどのように過ごしているのか気になる方も多いようで、検索してみると両足切断というワードも出てきます。さらに突然芸能界を引退していますが、その本当の理由に衝撃が走っています。そこで今回は鮎川泉さんの両足切断の真相や現在の様子、本当の引退理由をお伝えしていきます。鮎川泉さんは1992年に事故に遭っており、その際足を骨折して入院しています。そして事故後に復帰することなく引退したということで、多くの人は怪我が原因で再起不能になってしまったと考えたそうです。しかし鮎川泉さん本人の言葉によると、自分は芝居が下手だって気持ちがどこかにあって、芸能界には向かないと思い決心をしたと話しており、事故とは関係なく自分には向かないという思いがあったため芸能界の引退を決意したそうです。実際に必殺仕事人の役をもらった最初は、藤田誠さんから、あんた演技下手やな、番組に出るのやめたらと辛辣なことも言われていたそうです。このあと鮎川泉さんは試行錯誤を重ね、最終的に何でもやかよのキャラクターを確立しました。これには藤田誠さんも、独特な役を作り出したねと高く評価してくれたのだとか。必殺シリーズの登場回数を見ると、モンド、ヒデに次ぐ3番目の多さを誇るほど重要なキャラクターに上り詰めました。しかしこういった経験から、根底には自分は演技が上手くないという意識があったのかもしれませんね。おそらく怪我をして入院している時にいろいろ考え、我々には思いもよらないような決意の上で決断したのではないかと思います。芸能界はいろいろと闇があったり、中に入ってみないとわからない事情もありそうなので、例として出した藤田誠さんのこと以外にも苦労もあったのだと考えます。鮎川泉さんは引退後、広告代理店を経営し始め、実業家として活動します。その後は結婚しており、今でも夫婦生活を営みながら実業界でも活躍しているようです。また大きな病気や事故の後遺症などの情報はないため、健康に暮らせているそうです。では鮎川泉さんの怪我と事故について詳しく見ていきます。1992年、鮎川泉さんはドラマ大岡越前で準レギュラーとして活躍しています。しかし何らかの事故に遭ってしまい、3ヶ月の入院生活を送ります。事故の詳細は公表されておらず、そのためネット上にはドラマ撮影中の事故という意見とプライベートでの事故という意見の両方が見られています。万が一撮影中の事故だった場合、目撃者の証言が一切ないのは不自然で、プライベートでの事故で間違いないようです。実際に引退から約20年が経過した後のインタビューにて、プライベートで足を骨折し3ヶ月入院した時に決心しました。その後は広告代理店を起こしたり、主人と結婚したりといろいろあり、現在に至ってますとコメントしていました。ですがやはり事故についての詳しい内容は公開されていません。鮎川泉さんは足を骨折した結果、出演していた大岡越前の降板を余儀なくされ、その後突如引退しています。また足を骨折したことから両足切断したという噂が浮上したようです。しかし実際には両足切断は全くのデマであり、骨折しただけですので、ご安心いただければと思います。引退後、結果的には鮎川泉さんは実業家として活躍し、良き伴侶とも巡り合えたため、決断は間違っていなかったと言えます。では続けて実業家としての活動をお伝えします。鮎川泉さんは2004年に化粧品会社リッチ・ラメラを設立し、現在までプロデュースを続けてきています。同社は公式サイトを運営しながら化粧品の通信販売を行っており、鮎川泉さんが化粧品のプロデュースを始めた理由は、
女優時代の苦労によるものだったそうです。なんと鮎川泉さんは強いライトと濃い化粧が原因で引退後も肌のトラブルに苦しんでいたのです。そこで美肌を目指そうと一念発起し、エステティシャンや美容師の資格を取得した後、製造会社と提携しながら化粧品を作り始めます。こうしてリッチラメラの化粧品を完成させ、化粧品会社の社長となったのです。海藻プラセンタを使った化粧品で美白を実現させるスキンケア商品を提供しています。鮎川泉さん自身は起業することについて、高齢化社会の一員になりつつある私、気分は40代でも、気力と体力は年齢を感じざるを得なくなった、もうのんびり人生を楽しもうか、そう思ったこともあったが、学びたいことができて学生になったり、ついには起業までしてしまった。人生はいつまで続くかわからない。だからこそ、呼吸をしている間は生きがいを見つけることが大切だ。生きがいを見つけるだけで毎日が違ってくる。鏡の奥の自分を研究すると、また違った自分を見つけて先に進める。そう分かった時、自分以外の方のちょっとした生きがいを見つける、お手伝いがしたくなったとコメントしています。リッチラメラでは、オーガニック由来の成分を利用した商品を販売しており、現在は石鹸と化粧水がラインナップされています。この商品についてホームページには、女優というお仕事は肌をひどく痛めます。ある程度の年齢の方でしたら、誰でもきっと思われるように、ある日、ああ、この肌、なんとかならないかしら、と私は思ったのです。その時に、出会ったのがメカブ。メカブのネバネバが汚れをしっかり落とす上、そのネバネバがお肌の潤いを保護してくれるのです。そんな素晴らしい、海藻プラセンタメカブの成分を配合したのが、マリンアンバーソープとマリングラスローションです。マリングラスローションには、お肌をしっとり&プルプルにする、アワビのエキスを配合しました。私自身がいいと感じた化粧品だから、皆様にもぜひおすすめしたいですね、と歌い文句が書いてありました。このようにリッチラメラでは、アワビエキスとメカブ成分を配合した化粧水、マリングラスをはじめ、美肌に効果的な化粧品を多数販売しています。この商品は評判が良く、口コミなどを見ても、すぐに肌に馴染んでカバー力があり、大変満足しております。最近気になっていた毛穴の開きが気にならず、夏なのに崩れにくかった。一日外にいたのにほとんど崩れませんでした。伸びも良くてリキッドを、あまり使わない私でも気に入りました。家族で旅行に行った時も全く日焼けしませんでした。伸びもよくよれたりすることもなく助かりました。といったように、いいレビューが多く見られます。鮎川泉さんはかつての自分と同じく、肌トラブルに悩む人々に寄り添う化粧品を売り出し続けてきたのです。調理師の免許も取得したとサイトに書かれていました。すごく努力して、いろんなことを学んで頑張ったのです。現在は、化粧品会社の社長として、女優時代以上に充実した日々を送っているようです。今後も末永く鮎川泉さんが実業家として活躍し、会社が発展していくことを願っています。今もリッチラメラのサイトを見ると、綺麗な鮎川泉さんの画像がトップページを飾っています。化粧品会社経営で成功を収めた鮎川泉さんですが、実業のために様々な資格を習得したそうです。女優を引退後、美容師やエステシャン、調理師の免許を取得し、実業家に転身。この成功に至るまでには、様々な努力や苦労があったのではないでしょうか。最後に鮎川泉さんのプロフィールと活動歴をお伝えします。鮎川泉さんの本名は玉落恵さんといい、1951年3月8日生まれ、東京都港区の出身です。2024年現在で72歳ですね。父親が貿易商で裕福な家庭に育ちました。そのためか、3歳からクラシックバレエやピアノを習っていたそうで、幼い頃から英才教育を受けています。中学校は偏差値68で完全中高一貫制の女子校である立教女学院中学校に進学しており、
高校はそのまま立教女学院高校に入っています。中学時代は演劇部に所属していました。高校は中退しアメリカンスクールインジャパンに編入。この高校を卒業し芸能界一本に絞っています。そんな鮎川泉さんが芸能界でデビューするきっかけとなったのは16歳の時に芸能事務所の社長と知り合いだった習い事の先生から映画に出てみないかと誘われたことでした。この時は学校で演劇部に入っていたことからか母親に相談したところ、一度だけならと許可が下り、1867年10月に公開された映画また会う日まで恋人の泉に出演し女優デビューしました。デビュー後翌年の1968年にはミス宝くじ幸運の女神のメンバーとして活動しました。鮎川泉さんはデビュー当時は鮎川泉という芸名で活動していました。これはデビュー作となった映画を制作した松竹のスタッフに鮎川は良い画数だからと勧められ、これに恋人の泉の泉を泉として合わせた芸名となります。ですがその後占い師から泉だと総画数が良くないと言われますが、今更名前は変えたくないという思いもあったことで1980年に泉から泉に芸名を改めています。そして朝日放送の金曜日の看板番組として長らく親しまれた必殺シリーズザ・ハングマンシリーズをはじめテレビドラマを中心に活躍しています。1982年に放送された必殺仕事人3ではテーマソング冬の花も歌い、日本優先大賞新人賞を受賞し、冬の花は20万枚近い売り上げを記録しています。そして大岡越前の準レギュラーだった1992年プライベートで事故に遭ってしまい、足を骨折して3ヶ月入院し途中降板となります。その後突如芸能界を引退し世間を驚かせています。私生活では広告代理店の経営者だった1995年に野村総合研究所の元専務である玉尾豊光さんと結婚しています。野村総合研究所とは日本初で民間最大のシンクタンクです。野村総合研究所と野村コンピューターシステム株式会社が合併して現在の野村総合研究所ができています。今ではリサーチコンサル IT ソリューションシステム運用を総合的に提供できる会社となっています。この会社は今の日本郵政グループの総合情報通信ネットワークや簡易保険システムを構築しています。このように大きな会社と仕事をする野村総合研究所の元専務だった玉尾豊光さんは一般人とはいえすごい旦那さんだと思います。そんな鮎川泉さんと玉尾豊光さんの馴れ初めは明らかになっていないため正確には分かっていません。ただ鮎川泉さんは芸能界を引退した後一時期広告代理店を経営していたためその時期に知り合ったのではないかとされています。鮎川泉さんと旦那さんの玉尾豊光さんとの間には残念ながら子供はいないようです。鮎川泉さんは結婚当時すでに44歳であり、妊娠するには年齢が高かったことがネックになったのかもしれません。ちなみに鮎川泉さんにも玉尾豊光さんにも再婚なのではないかという噂がありますので、仮に片方または両方が再婚だったとすると連れ子の子供がいるかもしれません。ですが情報が全くないため真偽のほどは定かではありません。鮎川泉さんは今も実業家として活動されていますし、忙しい日々を過ごされていることがわかります。お子さんの有無は小さなことなのではないでしょうか。このように幸せな夫婦生活を送っている鮎川泉さん、しかし旦那さんと結婚する前必殺仕事人で共演していた俳優だった子藤田誠さんと不倫関係にあったと言われています。二人の付き合いは長く、必殺仕事人シリーズの撮影所がある京都にて半同棲生活まで送っていたそうです。しかしどんなに愛し合っていたとしても
最終的に選ばれたのは本当の奥様です。ただ愛人としての関係は終わった後も故藤田誠さんのご家族と仲良くするほどの仲だった模様です。故藤田誠さんが亡くなる1年半くらい前になりますが、鮎川泉さんは故藤田誠さんの家族全員と食事もしていたそうです。そのため藤田誠さんが亡くなった際には同じ必殺仕事人シリーズでもテレビと舞台では演じ方が違うなど全てのことを教えていただいたと語り、ショックを隠せない様子だったそうです。いかがでしたか？今回は鮎川泉さんの両足切断の真相や現在の様子、本当の引退理由をお伝えしてきました。事故を機に自身の芸能界での道を考え、結果的には引退となったものの、今では経営者として大きな成功を収めています。そして私生活でも旦那さんとの関係は良好であり、公私ともに幸せであることがうかがえます。今後も健康第一で旦那さんと幸せに暮らしていてほしいと思います。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた。